ノックはどうした？もうノックのところはもううるさいな。っていうかさ、そのババアさ、俺のところに LINE も送ってきてるしさ、コラボにも上がってるわけだからさ、てか、グル通もしてるわけだからさ、直接俺に言いに来ればいいじゃん。バカじゃないの、クソババア。死ねえよ、クソが。マジで。うぜえな。なんじゃこれ！毎晩毎晩この春日や！ゲロ吐いてたわ、さっきまで！ちげえや！食いすぎだよ！いや、違うけど。それがお前に、日常的にあるんだったらそうだろうけど。食いすぎでゲロ吐いたの、どのぐらいぶりだろうな。結構ぶりだね。いや、あるよ。いや、あるよ。チャーシュー丼と、サガリの鉄板焼きと、鶏ももの鉄板焼きと、メンチカツと、何食ったっけ、あと。あ、あと、ナンムルと、あと、焼きそば？なんか、今日たまたま初めて行ったお店だったからさ、なんかいろんな味を知っておきたいじゃん。なんだよ。知らねえよ、もう誰かよ。誰だよ、そいつは、もう。ね、この前のアップルマダームじゃなかったの？昨日だか一昨日だかなんだかの、なんか、ピとさ、なんかなんか、それアップルマダームでしょ？え、だよね？じゃあ同じじゃん。え、だ、同じやん。じゃあ。え、同じでしょ？え、同じ人だよ。いや、同じ人だけど。で、アップルマダームってこの前のババアだろ？ピとなんか粘着質のババアと。ああ、そうそう、それ。それ。最初からそうすればいいやん。なんでな。チンパンジーなの。何事？何言ってるかわからん。いや、もうほんとそう。ノック。え、なんだっけ？え、焼きそばと、豚キムチは食べてない。豚キムチは食べなかった。ナムルと、チャーシュー丼と、サガリの鉄板焼きと、鶏ももの鉄板焼きと、メンチカツと、焼きそばと、あとなんだっけ？あとなんだっけ？あとなんだっけ？これ？ノックの配信の相談にガチ切れ。これ、アップルマダムじゃないの？これ、アップルマダムじゃねえの？いや、昔から、昔はもっと食ってたからね。今の3倍ぐらい食ってた。でも、太らなかったんよ、昔。どうも、こんばんは。こんばんは。はい。
はい。えっと、なんか、アップルマダームがなんとかこうとかっていう題名のやつで、アップルマダームがどうとかこうとかなんていうやつって何でしたっけ？今日アップしたやつですか？そうじゃないかな。あれですよね。僕がノックとあなたがなんかパコってる時の音声をなんか流した動画っすよね。そうですよね、多分ね。これ流しちゃまずかったんでしたっけみたいな。で、それでなんか、ちょっと、ごめんなさいって俺が、なんかアップルマダムに謝ってる動画っすよね。はいはいはい。その動画の中に、ええ、概要欄ですかね。確実に、はトいシはさんと話してて、い。はい。なんか、その、なんですかね、でもなんか今日、あれっすね。関係ないですけど、今日落ち着いてますね、なんかね。今日、いい感じっすか？いい感じっていうか、はい。なんか、2、3、ね、はい。2、3、4っていうのが、はい。会話が平行線ですね。なんか、お互いの好きな話してますね、今ね。すみません。いや、俺もなんで別に大丈夫です。その1番は私なんですけど、はい。2、3、4っていうのが動画も見たんですけど、はい。なんか銀座にお店を持ってるのに状態を答えとか LINE したりとか、なんか電話したりとかしてたんで、え？あれは私じゃないんですか？題名はアップルマダムになってるんです。え、それどれの話ですか？概要欄の話ですか？なんか続きの1、2、3、4ってなってたんですけそれ続ど、概きじ要ゃな欄。くて、なんか過去にのあなたの相談に乗った時のやつが概要欄に、一応前回の相談としてこういうふうになんかっていう。トシさんに相談したのを、ノックさんのところでそういうふうにされてて、1番のところ、しかも私、プーさんに相談したことないんですよ。あれ？なんで、じゃあ、私、ノックさんに言ったのは、サムネイル違うやつっすよね。要は。違いますね。こそうっれ、すよ変えね。ました。じゃあ、違う、あなたのサムネイルじゃなくて、その僕の動画のサムネイルが、なんか、あれっすよね。アップ今ル回マの、ダムなんとかっていうやリつンでゴすのね。マークがついてないやつってことですか？ついてたかな、ちょっと忘れましたけど、ちょ、アッ何言ってプかル分かマんない。ダムなんとかって書いてあったんで、見たんですね、全部。でも私、プーさんに初めて、1回目相談した時に、前相談乗ったよねって何回も聞かれたんで、で、私初めてですって答えてるんですね、その時。で、私、本当に初めてだったんで、よくよくその動画見てみる。初めてっていうのは、ノックに処女をあげたっていう話ですか？それは。あ、じゃあ、あ、じゃなくて。あ、じゃないですか。あ、違うんですか。あ、息子なんですか。あ、ノックは息子ってことですか。パコった相手ではなくて、息子だと。あ、そうですか。え？孫？じゃあ孫とパコったってことですか？あ、そうなんですね。あ、じゃあ違う人のことかな。じゃあ単純に、多分俺その時に、なんか、これアップルマダームだよ、アップルマダームだよって話になって、で、ああ、この人がアップルマダームっていう人なのねっていう話だったような気がするんですけど、だから多分その概要欄に載ってる、2から、あなたが言ってる2から4でしたっけ？っていうやつって、アップルマダームってどこにも書いてないですよね、タイトルとか。あ、そうですよね。じゃあ概要欄のそれを消しときゃいいってことですよね、単純にね。私、ほら、結構ここに出て炎上してるんで、そちらの方に迷惑
ークじゃないのかなと思ったんですよ。まあでもまあどっちも、ただプーさんがいいって言うんであれば、はい、私は構わないんですけど。あ、本当ですか。あ、本当ですか。まあ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 、そうっすね。まあどっちもやばいババアっていうことで、まあやばいババアくくり、やばいババアくくりってことで概要欄にじゃあ貼っときます。じゃあ、はい、まあね、その私がその、はい、ここに出るたびに炎上するんで、はい、そっちの方に迷惑がかかるんじゃないですか。でも出るたびに炎上するってことは、あの、出ない方がいいんじゃないですか。だからもう出ないです。そう、あ、そう、で、うん、出てますよね、今日ね。今日出てます。プーさんのところに行こうと思ったんですよ。はい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 。だけどやってなかったんで。ああ、そういうことですね。プーさんにちょっと繋いでもらおうと思ったんですね。ああ、そういうことなんですね。はいはいはい。ただ、私としては、その、ええ、別に私は構わないんですけど。あ、本当ですか。やっぱり、ええ、相手の方に迷惑がかかるんじゃないかな。ああ、大丈夫です、大丈夫です。まあ、大体やばいババアなんで。ノックのとこから、はい、基本的にノックのとこから来るババアはや、大体やばいやつなんで。あ、はいはいはい。なら、プーさんがいいんなら大丈夫。あ、本当ですか。あ、ありがとうございます。はい、じゃあ、あの、やばいババアつながるってことで。え、なんですか、はい、はい。すいません、ノックさん、ありがとうございました。はい、では円満解決ということで。あ、じゃあ、ちなみにノックさん、これも一応あの動画上げさせてもらっても大丈夫ですか。いや、無理っす。なんでですか。いや、違うんですよ。一応タイ、違うんですよ。あの、こっちとしては、こっちとしてはタイトルにノックってつけれれば別にそれでいいんで。アップルさんがね、発表した時がいいっすよね、むしろね。じゃ、ちょっとごめんなさい。あの、アップルバは、あの、ちょっと、一回今、なんか無駄に発狂してもらっていいですか。いや、それじゃ面白くないと思う。ちょっと無理やり発狂してもらっていいですか。誰かが突然来て、ノック、あの、ノックオフパコしようって言ったじゃないっていう切れ方してもらっていいですか。それはもう、 うちの約束したじゃないって。いやいや、うちの次男と同い年なんで。次男と同い年。はい。あ、無理です。ノックっていうのはアップルババアの次男ってことですか。違うけど。え、同じ年なんで。アップルババアのオマンティスから生まれてきたのがノックってことですか。違います。え、なんすか。違います。そのオマンティスを、オマンティスからこんにちはしてきたのがノックってことですか。違います。次男と同い年ってことです。次男、はい、次男ノックっていう名前ですか。え、違いますね。あ、違うんですね。はい、わかりました。はい、すいません、どうもありがとうございます。あ、いえいえ、こちらこそありがとうございます。動画はね、まあ、はい、いつあげても。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。プーさんがいいなら、はい、まあ、私は全然いいんで。あ、わかりました。ありがとうございます。はい、失礼します。はい。ということでね。ちょっとよくわかりませんでした。ちょっとよくわかりません。はい。っていう。本当に。もう何が何だかわからませんでした。本当に。うん。まあ、ノックがアップルババアの次男だったってことがわかった。